吉田友発見動画チャンネルの吉田勤です。松田駅のすぐそばにあります松田郷土資料館、古民家の記憶、古い民家の記憶というタイトルがついたところがあります。こちらが入り口です。まあ、もうすでにちょっと入場料は先に払っておりますので、そうした中に入らせていただきます。3月までね、12月から3月まで国立休校さんが展示してもいいってことで持ってきて今お借りしてるんですけど、まあ、入り口に入ってますが、いきなりこのある意味じゃびっくりしましたのは、いろりに炭が置かれてまして、まあ、当たり前のことなんですが火がつけられているというのが特徴でした。今ちょっと靴を脱いでおります。このいろりにこれだけの炭が置かれて火がつけられているというところが、こうした施設にしては驚きであります。非常にこのいいところだと思います。撮影は OK というお話をいただいております。今日はちょうど催しがあるというふうに書いてありますが、この後夕方からだということですので、残念ながら私は見ることができません。ちょうどこの北越急行の今展示の品物が置いてあります。もう出来上がって10周年ということです。2階にいろんなこの民具が置いてあるんだろうと思います。この図のうちのものが、古民家のものがこちらに移されたということで、新しい資料館の形になっております。非常にきれいに作りになっております。お家の中から撮影をいたしました。こちらはもうごく普通のストーブですが、こちらはついてません。いろりがついているところが一番いいところです。終わります。